2009年の読売ジャイアンツでは2009年の読売ジャイアンツの動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは2回目の原、辰則監督体制の4年目のシーズンである。このシーズンの巨人は開幕から着実に貯金を重ねて6月終了時点で直近20都市を改装していたが7月に勝率5割で足踏みしている間に中日が6月7月合わせて 直近19を重ねて猛追し、7月終了時点で1.5ゲーム差まで迫ってきた。しかし8月以降は、巨人が勝率7割以上であったのに対し、中日は勝率5割に止まったため、8月後半には差が広がり、3年連続のセリーグ優勝を果たした。そして、クライマックスシリーズの第2ステージで中日を破り、日本シリーズでは日本ハムを4勝2敗で破り、 日本一に輝いた。投手陣は2桁勝利3人を排出するなどの活躍で、チーム防御率が2.94と、藤田元次監督時代の1990年以来、19年ぶりの2点台を記録し、打撃陣も、不動の4番、アレックス・ラミレスをはじめ打線が打ちまくって182、本塁打は、リーグ1位で、84盗塁もリーグ2位だった。日本生命、 セパ交流戦2009は選手間投票選抜。本節では前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。ありがとうございます。